DW 公式 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。リンアナの長瀬です。本日は11月3日より開幕するネクジネトーナメント 2-3 の組み合わせ抽選会を行います。参加する今年デビューした6人に来てもらってます。トーナメント表はこちらにあります。11月3日新宿で1回戦でシードが2人いまして、で11月の19大阪で準決勝があります。わめっちゃわかりやすい、ありがとう。わかりやすい、はい。で最後12月1日後楽園ホールが決勝戦となっています。でですね、はい、ここに、6枚封筒があります、はい、でこの中にあの番号が書いてある紙が入ってて、でちょっとみんなに引いてもらって、でそのこの中の番号がこの表の番号になって決まっています。はい、はい、じゃあもう始めます。はい、すごいすごい、じゃんじゃんいいじゃん、じゃんじゃんいいじゃないですか。ナンバーさん、ナンバーさん、ナンバーさん、はいはいはい、どうしようどうしよう、ナンバーさん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 、あのじゃあどういう順にもういいよ、好きに。じゃあピンときたら好きなの引いちゃっていい。そうね、やっぱじゃあもう最年少からいきましょう。引いて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 、どうしよう、えどうしよう、どうしよう、悩み好きなの、えちょっと待って、いっぱい選べほない、あーシードがいいから、はい、こっちへ。おーい、知らんけど、知らんけど、何やねん、これとか見られてわからん。はるちゃん、はい、順番に行こうね、はい、はい、おー、意外とすんなり、これはもう、ちょっと楽しんでて。トーガちゃんはシードがいいなとか言って多分みんな思ってるね、だってね、1回で1回で決勝行けるんですよ。そうだ、はい、もう決めてました、これお、残り2枚だよ。わあ、まあ、残り物にはね、服があるといいかな。はい、じゃあ、こうカメラに見えないように、あの1人ずつこっそり自分の番号を見てください。こっそり、こっそり、こっそり、こっそり見て。こっそり見て。ちょっとこっそり見るの見えるのね、難しい。あ、出して、出して、出して、ちょっとこう胸元でこう、こういう感じ。おお。言ってもらおうかな。じゃあ一番引いた人。誰だ。お、はい。はい。はるちゃん。ということでここの一番は長代派。すごい。入ります。すごい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 って何？すごいすごいって何？いや、こう野田入ってくよ。すごいって何？ルナちゃんもね入るから。入る。やらないトーナメント。はい、じゃあ二番引いた方。あっしゃー。できなかったからちょうど。いやはいはい。あとね、ちなみにね、みんなに言うとね、あの、あ、見せた方がいい、見せた方が分かりやすい。はい、ということでじゃあ初戦は門代春対ひまわり決まりました。で、じゃあここにシードでいけるちょっと運のある人、3番誰だ。いいな。はい。いやだ、わかる。
ということで、わトーガちゃんとルナちゃんで戦ってもらって、その勝者と、わがなちゃんが戦うっていうことになりました。はい、トーナメント表すげーようになりました。はい、でですね、まあこの組み合わせが決まりましたので、あの皆さんぜひぜひこのトーナメントを見届けに試合を見に来てください。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。しゃー